こんにちは、ホヤです。今回は、駿河湾の磯に来ています。早速、泳ぎ始めました。ちょっと浮遊物が多くて、水はあまり綺麗ではありませんが。まあええやろ。親ビッチャが、こちらの様子を伺ってますね。少し大きめですが、黄色と黒のしましまが可愛いです。ちょっと小さめサイズのメジナが群れています。釣りの対象魚として人気の魚ですが、浅いところでもよく群れているところを見かけるので、磯遊びでもおなじみの魚です。おなじみではありますが、ちょっと派手さに欠けますね。煮魚にして食べるととても美味しいです。なんか細長い魚がおるな。青ヤガラです。大きくなると60センチくらいになるので、青ヤガラにしては小さめなサイズですが、こんなに浅いところにも入り込んでくるんですね。それにしても細長い、ユニークな形やな。変な形をしていますが、淡白な白身で、食べるとかなり美味しい魚でもあります。形が形だけに、さばきづらいし、食べるところも少なめです。何かの茎っぽいのが絡まってるところに、魚がおるな。アナハゼかな?ここからじゃ、よく見えんな。ああ。行っちゃった。まあ、ええわ。紅白の派手な色が目を引く。クリスマスツリーみたいな形の生き物が岩に生えてますね。イバラカンザシです。これ、実は魚釣りの餌になるゴカイの仲間です。紅白の目立つ構造はエラに近い器官らしいです。今回見つけたのは紅白の色分けですが、青いのとか黄色いのとかカラーバリエーションも豊富です。コケギンポが穴から顔を出しています。通常の個体と比べると、ちょっと黒っぽい感じがします。こちらにも気がついているようで、しきりに口を開けて、威嚇してきていますね。まあ、全然怖くないんやけどな。この磯では、結構な数を見つけましたが、どれも岩から顔を出す、おなじみのスタイルでした。別の磯では、穴から外に出て、動き回っているところも見られるんですけどね。大きめサイズのヤドカリがおるな。真っ赤な足が派手で、よく目立っています。もう少し近づいてみましょう。多分、石畳ヤドカリだと思います。ヤドカリは触覚の長さや模様、目が伸びているところの色と模様、足の形、色、模様、などなど、見分けるポイントがいくつかあって、思った以上に、種類が多いのです。サザエみたいな大きな貝殻を背負っているやつもいたりして、きちんと観察してみると、かなり奥が深くて面白いです。ラッパウニを見つけました。普段は岩の隙間にはまり込んでいることが多いですが、この個体は、のんきに岩の表面を歩いていました。トゲの形が独特で、ラッパのように見えることから、ラッパウニという名前が付けられています。面白い見た目をしていますが、トゲに結構やばい種類の毒を持っているので、素手では絶対に触らないようにしましょう。青海牛を見つけました。海牛と言われて、真っ先に思い浮かべるのがこれの人は、結構多いのではないでしょうか。この個体は、まだまだ小さめサイズですね。お尻の花びら状の構造を、ぴょこぴょこ動かしているのが可愛いです。もう一匹見つけました。こちらは、
体長3センチくらいなので、一番よく見かけるサイズだと思います。青い体に、オレンジ色の触角という、綺麗な見た目をしているので、磯では、大人気の海牛です。どこの磯でも、高い確率で見つけることができるのも、人気につながっているのでしょうね。このハミドリガイを見つけました。体長は2センチくらいで、浅いところで、割とよく見る海牛です。緑色の体をしているのは、藻類を共生させて、光合成によって栄養分を得ているからだとか。別のところで、2匹見つけました。濃厚接触中のようですね。海牛は雌雄同体なので、2匹が出会えば子孫を残すことができます。磯遊びを、やったことある人は、わかると思いますが、どの種類の海牛も、それほどゴロゴロいるわけではないので、確実に子孫を残すには、雌雄同体が有利なのです。それにしても、濃厚。白くて、ふさふさした生き物を見つけました。指のウハナガサウミウシという、ウミウシの仲間です。ウミウシっぽく見えないかもしれませんが、よく見ると、触角っぽいものが、2本立っているのがわかります。指のウトサカという、柔らかい、サンゴの仲間を食べるところから、この名前が付けられています。集団で指のウトサカを食べているところは、ちょっと怖いです。黒ヘリアメフラシを見つけました。その名の通り、体の縁が黒くなっているアメフラシです。2センチくらいで、アメフラシとしては小型なのですが、図鑑では10センチくらいになると紹介されていることもあります。そんなに大きなやつは、見たことないけどなぁ。また、図鑑では、ひらひらの部分を動かして、泳ぐと書かれているものもありますが、泳いでいるところは、未だに見たことがありません。アメフラシの仲間も、広い意味での海牛の仲間に分類されるのですが、遊びで生き物を探している分には、あまり細かいことは気にせずに楽しみましょう。真っ赤で、ド派手な生き物を見つけました。海牛によく似ていますが、ヒラムシという全然違うグループの生き物です。ヒラムシの仲間は海牛以上に研究が進んでいなくて、図鑑を見ても名前がはっきりしないものばかりです。綺麗な見た目のやつが多いんだけどなぁ。いかがでしたでしょうか。今回は深海がすぐそこに迫っている駿河湾での磯遊びだったので、思わぬ生き物に出会うことを期待していたのですが、そうそううまくはいかないですね。今後も海の生き物動画を上げていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。